どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今回もこのウクレレを使っていろんな曲をやっていきましょう。今回はですね、昭和が生んだ世界の歌姫美空ひばりさんの川の流れのようにをウクレレでやってみようと思います。いつものようにですね、ウクレレに練習用に適しておる簡単キーと簡単コード進行と、ね、構成でお届けしたいと思うんですけれども、まああの歌がやっぱりねすごい奥が深いというか、まあ難しいっていう表現はちょっとあれなんですけどね、なんか表現力豊かに歌うのがすごい楽しい曲だと思います。まあガズレレではいつも歌中心って言っておりますんでね、あのそういうトレーニングには持ってこいだと思いますよ。まず最初あの簡単バージョンでウクレレがねあのシンプルバージョンでやって、ちょっとあのかっこいいバージョンも後の方でやってみようと思いますんで、あのいつものように一回やってからちょっと解説します。やってみましょう。はい、知らず知らず歩いてきた細く長いこの道、振り返れば遥か遠くふるさとが見える。今のはあのこっちシンプルバージョンで、なんていうのかな、歌に集中してやってみたんですけど、これだけでもすごいかっこいいんですよね。あのなんて言うんでしょう、歌のあの音程の高低差がすごいあるんですよ。なんでしっかり音程を歌おうと思うと本当難しいっていうか、奥が深いなって、ね、歌ってみるとよくわかりますんで、ぜひあのこう挑戦してほしいと思うんですけど、まあよりもちょっとあの雰囲気をつけるためにウクレレアルペジオとか8ビートを混ぜた、あのなんかライブ感満載の感じでちょっと同じところやってみようと思います。はい、1,2,3。知らず知らず歩いてきた細く長いこの道、振り返れば遥か曲がり
はい、最初にやった方はですね、まあシンプルにやりました。で、今やった方はなんて言うんでしょうかね、エモーショナルにいろんな感情をウクレレの演奏面でもちょっと入れてみたんですけど、最初から最後まで例えばアルペジオでやる必要はないと思うんですよね。演奏の方でもこう抑揚をつけていくっていうんですかね、だんだん盛り上がってくる感じというか、最初は静かにアルペジオで始まり、途中でちょっとジャンジャンと入れ出して、最後はジャン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 8ビートなんですけど、ノリノリの必要はないんですけど、このグルーブをちょっと出してあげるとか、そういう盛り上がりとか右手とかで、感情が演奏でもちょっと乗ってくると、さらに歌もまた盛り上がって、いい演奏ができるようになるんじゃないかと思います。まあ、いつものようにちょっとコードの解説もしましょう。はい、コードはねもう簡単ですよ。 CAmEm7 ね、最近よく出てくる Em7 Dm、はい、G7F、 この辺はね大丈夫ですね、もう。はい、で今回はまあちょっと出てくるのは G7 sus4、 この G7 の青い点を G7 に足してあげたり引いてあげたりっていう、ちょっとだけ演出でよく出てくる G sus4 の使い方なんですけど、まあちょっとやってみましょう。まあ、G7 こうやって押さえますね、こういう感じですね。これを私の場合だと小指を、これ邪魔です、小指を入れてあげたり、1弦の3フレット2フレット、こういう響きサスフォーって、ちょっと入れてくると色のかっこよくできる場面がまあ多いので、こういうのもどんどん取り入れてやってみてください。途中で出てくるキメの解説をちょっとしたいと思います。まずキメ、1回目のキメのやつですね。はい、サビの前に出てきます。どこかといえばですね、それもまた人生の後のねところですね。それもまた人、ここチャッチャッチャッ G7 から G7 サスフォー G7 に戻る、これですね。もう一回やってみます。チャッ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 、はい、もう一回、はい、ちょっとノリがこうチャンチャッチャッ8ビートのノリなんですけど、バンバンバン、まあ、決めなんでね、ここはあんまり意識しなくてもいいと思うんですけど、まあさらっとこうサスフォーを入れるとかっこいいかなって感じですね。はい、でもう一箇所決めがあるんですよ。それはですね、サビの最後の方の「とめどなく空が黄昏に」のところですね。そこちょっとやってみましょうかですね。「とめどなく空が黄昏がタタンタタンチャン」、ここですね、今のは F ですね。タッタン、F を押さえながら2弦の3フレットを1回入れる、さっきの G7 サスフォーと同じような使い方で、タッタン、はい、僕の小指今見えました、ここですね、ここですよ、2弦の3フレット FF、 1回だけ入れるとちょっとかっこいいかな。まあこれなくてもいいと思いますけど、チャッチャンチャッチャン染まるだけでもまあいいですね。ちょっともう1回やってみましょうか、せーの、とめ引っかかるとなんかメリハリが出るんで入れてみてください。まあこの曲ですね、やっぱ本当歌が面白いというか奥深いんで、ぜひぜひ気持ちよく歌えるようにいっぱい練習するといいと思いますよ。はい、そんな感じで簡単ウクレレ教室ガズレレ、いろいろやってますんで、ぜひぜひリアルにつながっていただき、Facebook などもどん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 申請ください。今回もありがとうございました。バイバイ。